1988年5月のフルモデルチェンジで5代目となった S13 型シルビアは、それまで人気の的だったデートカーホンダプレリュードのお株を奪って絶対なる人気を得た車だ。もちろん単にデートカーとしてだけでなく、走りを楽しめるコンパクトな FR としても支持を集めていたことは言うまでもない。その人気の理由はまずスタイルにあった。端正なクーペボディは非常に斬新で、時代を象徴する華々しさにあふれていた。走行性能も大きな理由だ。当時すでに少数派だった FR のドライブフィールは非常に軽快でスポーティー。これに加えて価格も手頃とくれば、若者の欲求を全て満たした車といっても間違いではない。搭載されたエンジンは当初 1.8 リッターの CA18 系だったが、モデル途中でマイナーチェンジを受け、2リッター直列4気筒 DOHC である SR20 系が採用された。トップグレードのケースには205馬力 28.0kgm を発揮するターボが、キューズとジェイズには140馬力 18.2kgm を発揮する自然吸気仕様が搭載された。足回りはフロントがストラット、リアがマルチリンクで、四輪操舵システムであるスーパーハイキャスの装着も可能だった。ターボモデルのケースを実際に走らせると、1170キロという車重と205馬力のターボパワーで実に爽快な加速感を味わうことができた。バランスに優れたシャシーも一体感の高い走りに一役買っていたことは間違いない。この車でワインディングやサーキットに出かけ、ドリフトを覚えたというユーザーは決して少なくないはずだ。チューニングの素材として絶大な人気を誇ったこともこのシルビアの特徴だ。 SR20DET は2リッターエンジンとしては頑丈で、300馬力以上というパワーアップにも耐えた。一時はチューニングショップの店先がこの車一色になったこともあるほどだ。